こんにちは、チータです。今回からアダムロストメモリーズというホラーゲームを実況していきたいと思います。前回やったバネオファネージーみたいな、そんな感じのゲームだって聞いてやってるんですが、まあどうなんでしょう。これなんだろうね、この正面にいるなんか頭がちょっとでかいなんかエイリアンみたいなやつは、まあいいか、やっていこう。じゃあニューゲームで、はい、ローリングと。お、アダムロストメモリーズ。おー、なかなか雰囲気がある感じで。どんなゲームなんだろう。舞台とかはなんか、そのゲームの紹介見るところではなんか SF っぽい雰囲気したけど。私の名前アダム。この作品を作ったのは、人々を見せたい。子供のなんか気持ちがなんちゃらかんちゃらって書いてあるけど読めれなかった。まあいいや。お、なんか動けるこれ。渦。お、動ける。なんだこれ。There was a book. 本があった。 My only thing I had as a child. Those lines were the only escape from the pain.From the cold terror I had to survive every day. From the objection. From the disturbing reality. どういうこと？とりあえず意味が分かってないけど。お、なんか椅子がここに座ってたのかな？あ、自分あれか？あの、なんか、拷問受けてた的な。まあ、進んでいくか。あれ？あるね。まあ、とりあえず進んでって、お、いろいろいけんな。暗いな、それにしても。ライトみたいのはないのかな？あ、開いてる。お、なに？レフトマウスボタン。あー、はいはいはい。お、あ、引っ張れんだ、こうやって。面白。まあいいか、じゃあ進むか。ここは何もないのかな。あ、ここは？開かない。早速結構マップが広い感じすんな。え？何これ？プレスタブという。あー、何も持ってないです、まだ。降りてみよう。おー、ここどこなんだろうな。いや、暗ーってか、なんか行き止まりだな。オープン。あ、開くんか。玄関だと思ってた。今んとこ特に何もない感じだな。何これ、炭鉱的な。開くね。汚ねえな、それにしても。なんで主人公こんなところに行くんだ？主人公っていうか、この操作してるキャラは。あー、エグザミン。あー、はい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 。何も持ってないから無理と。こっちは？進めないな。汚ねえな。こことかの方がまだ整備はされてるな。これ何の施設なんだろうね。お、なんかあるぞ。あれ、グラブできない。なんか、いやー、わかんないな。じゃあとりあえず、こういうの開けれないの？開けれないな。ここ開くのか。お、なんかすごい扇風機みたいな。バルブは回せない。
これしゃがんでいけばいけるかな。オッケーオッケーオッケー。ん？なんだここ。全くわからんが、オープン。特に今んとこ何にも敵キャラみたいのは出てきてないけど、まあ、いきなりこんな、なにこれ、いきなりこんなとここらえてもねって感じ。なんだここは。まあいいか、とりあえず新しいアイテムを。これさっきのしゃがんでなんかリーチ届かせるようなところに何か欲しいみたいな、そういうことかな。じゃあ一回戻ろうかな。うん、多分さっきのところに使うんだろうね。ここ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 で使えるんじゃないかな。エグザミンで、これよし。なんだこれ。何拾ったんだ今。スクラップメタル。ん？こっちまだ行ってないか、そういえば。なんか、さっきからちょいちょい声はするんだな。さよなら。スクラップメタル。ここには使えないな。これさっきんとこだけど、ここが出口だったりする？違うかな？まあいいや。スクラップメタルでなんかできることなんてあるか？すっごい声してんだけどな。お！来た来た来た、ここだ。ここで使えたんだ。で？石がめちゃくちゃ落ちてるけど、なんか荒れてんな。バルブ。回せないか。ん？これなんかなければ、俺はもう、このまま餓死して終わりなのだが。ん？なんかあるか？ん？これか？なに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 。え？進んだのこれ。は？なになに。私は誰？ここはどこ？え、なにここ。急になんかね、 SF っぽいところから超自然みたいなの。家からは遠くない？え？家からは遠くない場所だった？あ、なんかあそこに家あんな。あ、主人、なんかこの捜査主がなんであんな機械的なところにいるかっていう話かな。やる価値なかったみたいな、わかんないけど。ん？じゃあ行くか。ここ入れって感じやな。ん？なんかドクドクしてる。あ、なんかいる。ん？なんかいるのか。え？この穴がそうだってことかな。よくわからんが、とりあえず出てみるか。ん？出れないよ。出れなくなってる。何すればいいんだこれ。ん？なんかあるぞこれ。よく見たら。あ！ドアノブ。来た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 。ドアノブってことはあそこだ。
こっちだね。いいね、サク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 進んでるよ、一応。じゃあ、あれ開けたら今回終わりにしようか。相変わらずちょっとなんか叫んでんだよな。あれどこだっけ、ここじゃなかったっけ。あれん、あれなんかこんなとこだっけ。あれなんか俺場所間違えたかこれ。あれあれなんか俺こんな場所じゃなかった気がするんだが、あれよ、だってこっちに、あーあ、ありましたわ、勘違いしました。はいよ、開け。でお、まあそうっすね、まあここまで来てん、まあ時間も時間なんで今日はこんぐらいにしときたいと思います。なんでですかね、家からなんかその事件に巻き込まれた感じなのかな、なんか変な実験室に連れてこられたみたいな、そんな感じなのかな。ってことで今回の動画はこんぐらいにしときたいと思います。はい、この動画が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。コメントもしていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。